今まで以上に安く飲む方法をお伝えしたいと思います。はい、でどうするかというとですね、至ってシンプルでございます。まあこうね、ビールジェンドの通常の、まあ、これベリーベリベリベリーですけれども、まあ、こういったね、フレーバーのものと、こちらのナチュラルですね。ナチュラルを半々でミックスさせます。こっちの分と、こっちの分と、値段が安いナチュラルと、通常の値段の味付きのものをミックスさせて、この普通の味のものね、もちろんこれだけで、美味しいんですけれども、これ味がね、もう少し薄くてもいいかなと。なんか味が濃いっていう人も中にはいらっしゃるんで、まあそういう方は水分量を増やして飲んでくださいねっていう話をするんですが、水分量を増やすだけじゃなくて、これとこれをね、ナチュラルとフレーバー付きのものを半々にしてもらうと味は当然薄まります。そして値段もこのちょうどね真ん中になるので値段は安くなります。そういう意味でぜひですね、まあ、ビールジェンドをお得に、そしていつも以上に美味しく飲みたいという人は、こういうね、半々の飲み方をしてみてはいかがかなと思います。では早速実食いきたいと思います。いつも通り 200cc の水を入れまして、ね、今回もビールジェンドマッチョ29シェーカーです。で、まずじゃあナチュラルをスプーン2杯入れます。2杯で、続いて今回はベリーがね一番味が濃いんじゃないかなと思います。なので、まあ、ベリーね非常に人気のあるフレーバーなんですけれども、まあ、もう少し味薄くてもいいかなっていう人はこういうねナチュラル混ぜもいいんじゃないかなと思います。はい、ではですね、早速飲みましょう。まあ、両方混ぜるとね、こんな感じです。こんな感じでね、はい、まあ、普通に白い、いつも通りのプロテインです。で、いつも通りローリングシェイクからのシェイクでね、いきたいと。ベリーのベリーピンクになってまいりましたね。わかるかな、ほのかなピンク、わかりますかね。はい、さあできました。今回も泡立ちもなく、ダマは少しだけダマがあるな。うん、ね、ベリーね酸味が強いからね、ダマになりやすいんですよね、どうしても。はい、では早速いただきます。まあって言ってもね、もうほとんどないんですけどね、いただきます。うん、